市議会議員の川口博史です。今回は、高齢者の福祉乗車券についてお話をさせていただきます。高齢者の方が家に閉じこもらずにどんどん外出したりしましょう、健康維持に努めましょうねということで、今市の方でもタクシーとかですね、地下鉄とか選べるような応援するような制度があります。でタクシーは500円しか1回には使えないので使い勝手悪いよということで、新年度から2枚までというか1000円まで初乗りも上がってますので使えるよ。ただ総額は変わっておりません。でこれはお年寄りが外出する応援ですから、この基準は介護保険の7段階までの方に送ってます。逆を言うとそれ以上の所得とかの方はありません。でやっぱりその人たちは税金も払ってるのに、私たち逆に、生活援助ならわかるけれども、お年寄りの楽しみ場のとか外に公共交通機関使ったりしてで、ね、どんどん、元気に暮らしましょうよという施策で、なんで私たち1割の方なんですけど、除外してます。私は、お金かかって単費ですよと言うけれども、制度の趣旨からしてみんなに配るべきじゃないのと、所得が多い人も使わなければそれでもいいし、使われたら税金いただいてんだから、お年寄り元気に暮らしてくださいねっていう意味で、あまり1割だけを除外するっていうのはいかがかと、やるなら、みんなに配るべきじゃないかと。生活支援なのか目的が何なのか、暮らしのどんどんお年寄りのじっとしなくて、動けるなら動きましょうという支援で、今回制度を使いやすいように見直すんだから、それならば合わせて配ってない方たち、ある面じゃ所得が多い人たち、税金はたくさんいただいている方もいるので、その方たちにもやっぱりここは平等に配る方がベターじゃないのと、じゃないと趣旨がそういうもので、今度は所得多い人は外すとかいうのは、今度は不信を招いて、何をやってるんですかということにもなりかねません。やるならば、きちんと、趣旨を、通してほしいなと思ってます。まあ、そういう意見申し上げまして、まあ、お金もかかるので、簡単にいかないという返事だったんですけれども、それじゃあダメですよというような、議論をしました。またこれしっかり勉強してですね、やっぱり喜ばれる、やるならば喜ばれる施策、そしていいように見えても本当にそれよりももっと苦しいとこがあるんじゃないかとかいうのをしっかり勉強しながら、議会で提案していきたいと思います。